ただいまご紹介に預かりました国土交通省関東地方整備局副局長の松田と申します。本日は会場およびウェブにおきまして、多数の方々にご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。また、話題提供としてご講演いただきます、首都圏広域地方計画に関する有識者懇談会座長で、政策研究大学院大学特別教授の家田先生、東京商工会議所副会頭および首都圏問題委員長の野本様、そしてパネルディスカッションにご出席いただきます、首都圏広域地方計画に関する有識者懇談会委員で、東京工業大学教授の真田先生、一般社団法人グローイングクラウド代表理事の三部様、ウォータ株式会社代表取締役兼 CEO の前田様、休日子育てシェアハウス山内代表の矢島様におかれましては、大変お忙しいところ、また天候の悪い中、快くご出席いただき、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。昨今、少子高齢化の加速、巨大災害リスクの切迫など、国土をめぐる社会経済状況、大きく変化しております。現在、我が国は時代の重要な岐路に立っております。この難局を乗り越え、未来に希望の持てる国土の将来ビジョンとして、2023年、令和5年7月に、令和初となる第3次国土形成計画、全国計画が閣議決定されました。この全国計画を踏まえた新たな首都圏広域地方計画につきましては、今年冬ごろの公表に向け、中間取りまとめを鋭意策定中でございます。この計画は2050年、さらにその先の長期を見据えつつ、今後、おおむね10年間の計画期間となっております。そのため、将来を見据えて、新しい時代を担う若い世代を中心とした議論が重要であると考え、今回のシンポジウムを開催する運びとなりました。本日、会場の皆様には、こういった形でですね、この10月に掲載、すみません、出版されます、土木施工という雑誌のですね、中に、私と、家田座長の章文を載せる予定にしております。その中のですね、こちらの絵を見ていただければと思います。こちらでご紹介しておりますとおり、首都圏についてはですね、世界の中での我が国の地位低下、あるいは都市への集中と集積に伴う巨大災害のリスク、それからエネルギー、食料確保へのリスクと生態系の影響、そして少子化の深刻化、人口の地域偏在といった4つの大きな危機に直面していると考えております。それぞれに対応して政策の柱を立て、またそれらの危機に対応するための政策の転換を促す大きな柱として、3つほどの柱を立ててですね、取り組んでいきたいと思っています。そのためにとても大事なのは、この表の下に書いてございます、首都圏民の皆様による我々と同じ危機感の共有、それからそれぞれの取り組みへの共感、これが大事だと思っております。これをもとに始まる参加、皆様、首都圏の皆様、それぞれの参加貢献がとても大事だと思っております。本日のシンポジウムでは、多くの皆様にこの危機やその克服に向けた新しい活動の息吹に思いを馳せていただいて、そして首都圏民の一員として、この新たな首都圏広域地方計画に共に取り組んでいきたいと、そういうきっかけになれば幸いに存じております。最後になりますが、本日ご参加、あるいはウェブでご覧いただいている皆様にとって、このシンポジウムが有意義なものになりますよう、記念をいたしまして、主催者代表の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。改めまして皆さんこんにちは。足元の悪い中おいでいただきましてありがとうございます。またウェブでつながっている方々視聴いただきましてどうもありがとうございます。これからこの関東地方整備局の下で検討されてきた首都圏広域地方計画、おおむねまとまりつつあるところなんですけどもに関する話をシンポジウムするにあたって、どの辺にこのなんていうんですかね、議論の中心があったのかってあたりを皆さんに知っていただく、そのパートを私がやります。それでですね、まず最初にスライド出てるな、これはさっき増田さんが話したんで、増田さんの顔を出しつつ私がしゃべるというのもなんですけども、冒頭でちょっと申し上げたいのは、全国計画を検討しているときにですね、どんな議論があったかというと、今までの国土形成計画、あるいはそのまた前の総合開発計画っていうのは、若い人誰も関心ないよねと、若い人に限らず大人も誰も関心ないよねと、役人すら読んだことない人多いし、しかも存在すら知らないような方々もいると。だから中学生が読んでも分かるようにしようじゃないですかってご意見が随分出たんですよ。それは一理あるんですけどね、実際読んでみてもそんなに楽しい文章じゃありませんから、途中で飽きちゃうって面もあるんで楽しげに書きゃいいんですが、私その時思ったのはね、その読まれないのは別に文章が難しいからとかね、文章が下手くそだからじゃなくて、メッセージになってるこれと、国民に対するっていうところを非常に問題に感じましたね。というのはね、もちろん今回のもそうですが、ここに書かれていることを参考にしていろいろ事業をやっていこう、あるいは公共事業を自治体としてもやっていこう、あるいは国としてもやっていこうっていう、やっていこうのスタンスにある方々にとってはもちろん有意義な内容だと思ってるんですけども、1億2000万の国民が一人一人これ読んだからっつって明日から行動どうしてくださいやってことが書いてあるわけじゃないし、一体これから何が心配なことなのかってことが書いてあるわけでも必ずしもないという気がしたんですよね。なもんですから、全国計画の時にも私は盛んに発言したのは、国民が危機を感じてないこと自身が危機だということを申し上げました。ですから、全国計画の方にも今日標榜しているようなこの危機ですね、日本の危機、それはいわゆる安全保障もありますけど、食料の安全保障もあるし、エネルギーの安全保障もあるし、それから今日も得体の知れない台風で右往左往国民がしてますけども、そういう自然災害の危機もある、あるいは人口が減っていく中で財政の力も大変に苦しい状況になっていく、そういう内部的な危機もありますね。で振り返ってみると、この数十年間日本の国が世界の中で盤を張ってくることができたかっていうと、必ずしもそうとも言えない。新しい技術について十分挑戦して、しかも少々まだリスクがあるにしても思い切って使っていこうっていう1970年くらいの意気込みがあったかどうか、80年代90年代2000年代になってからですね、その結果として国民1人当たりの GDP はもはや4位でありますし、これからどうなるかわからない。あるいは女性の社会進出っていうのも大事だ大事だって言ってもう何十年も経ってるけども、世界の120何カ国中ほぼビリ、いまだにうんとちっちゃいアイスランドはトップですねとかね。外国に行って勉強しようっていう留学生の希望っていうのがどんどん減ってる一方とかですね、心配事がいっぱいありますよね。外部的な心配だけじゃなくてね、内部的にもね、そんなようなことをまず国民と共有するところがスタートでしょうっていうのが、特にこの関東首都圏の時には、スタート点で議論したところでございます。でその危機感を納得していただいた上で、国民にも行動をこういうふうに変えていただきましょう、あるいはこういうようなところを理解して協力してください、手伝ってくださいよと。私は今ね68なんですけど、もう数ヶ月経ちますと9になりましてね、とにかくこの広域地方計画が姿形になるような時代にはもう僕も死んでるかもしれませんからね、要するに我がこととして感じてくれるべき人は私の年の人間じゃなくて、もっとずっと若い世代なんですよね。そういう人たちに訴えかけ、自分ごと化してもらう、我がこと化してもらう、そういうのをできる限り書き込みましょうっていうんで、事務局にも頑張っていただいたし、また参加している有識者の方々にもそういうスタンスをご理解いただいて、いろいろ建設的なご意見いただいて、今回のまとめになっているところでございます。まだまだ至らないところはあるかと思うんですけども、今日は事務局にお願いしてですね、私と野本さんは高齢者ですわ、これはもう見ただけですぐ分かる高齢者、もう僕も白髪になってるしね。ですがパネルディスカッションの方は次の時代を担っていただかざるを得ないような年齢の方々に参加していただいてますので、彼らからするともう評論家みたいなこと言ってらんないと、自分で私がここをやりますわみたいなことでやっていただくような、そんな発言がきっと多々出てくるんじゃないかと思いますんでね、そういうのも取り込みながら最終取りまとめになっていったらいいんじゃないかななんて思っているところでございます。じゃあ何枚かちょっとスライドめくってください。この辺はさっき増田さんがお話しされましたね。はい、どうぞどうぞ。はい、次行ってください。はい、次。で、今日私が残りの時間で、あと8分25秒ありますけども、お話ししようというのは、この首都圏広域地方計画を議論している中で、ほぼ委員の皆さん、それから事務局が、ほぼ共通して肝だなと思うようなところを並べてみた次第でございます。必ずしもその計画上はこういう表現になっているわけじゃないんですが、より私なりの先鋭化した表現をするとこういうことかなと思います。これ前の方の電気はもうちょっと暗くなります。可能だったらそうしてください。順番に説明しますとね、まず1番は統括的な国土マネジメントって言葉なんですけどね、数年前を思い出していただくと、熱海の、伊豆山の土石流がありましたよね。あれ思い出してください。非常に痛ましい事故でした。ずいぶんたくさんの方が亡くなっちゃってね。でもあれはですね、実を言うと都市計画的な行政、どこに住んでいただこうか、どこはそうじゃないか、あるいは防災計画的な行政、あるいは砂防の行政、それから森林管理の行政、それから新しい開発行為を管理する行政、この辺が本当は一体的になっていれば、おそらくあんなことにはなんなかったような種類のことじゃないかと私は思っています。ところがそれ具体的にはですね、それぞれが管理しているマップすら違うし、それぞれの情報交換も十分ではなかった、要するにいろんな種類のことをまとめてデジタル技術を駆使して統合的な国土マネジメントをやっていけば、相当に効率的に、しかも安全に管理できる状況じゃないかと思います。こういうことは本当は基礎中の基礎なんですけどね、例えばどこの土地が誰のものであるかとか、境界はどこであるか、こういうのを地籍調査っていうんですけど、こういうものもまだ終わってないんですよね、日本の国は。隣の韓国は終わっちゃいましたけどね。でこういうのはこれまでの計画でも必ず大事だ大事だって書いてあるんですよ。ただし一番最後に書いてあるんです。だからついでなんですね。だからいつまでたっても進まない。私はこれは一丁目一番地なんじゃないかと思う。すべてのマネジメントのスタート点はちゃんと管理するってことだと思いますし、マネジメントがちゃんとしてないところで次の時代の開発なんかできるわけもないっていうことが一番です。2つ目、美しい国土と文化性への回帰は国土づくりの原点であるってことでございます。美しい国土、言葉はいいわね、文化もいいわね。でもどうですか皆さん、東京オリンピックが2年前3年前かにあって、今年パリでオリンピック、今パラリンピックやってるでしょ。でパラリンピック、入場式が一昨日の晩かな、昨日の晩、一昨日の晩ありましたよね。でオリンピックの入場式もあって、どういうところでやってるかっていうと、セーヌ川をね行進するとか、シャンゼリーゼを行進でしょ。で行進してる後ろには凱旋門が見えてね、どうですか日本の東京の街だってね、それなりに綺麗になってきたけども、じゃあ数年前のオリンピックをパリ風にやろうとした時に、日本の東京の風景がどれほどそれに耐えられるものか、そういう風景を作るようなインフラ作りを我々は十分やってきたと言えるかというとね、残念ながらそうはいかないねと思いますね。というふうに考えると、我々が作るべきというのは何も便利さとか安全とか事故がないとかいうだけじゃなくて、100年後の人でも誇りを持ってこの町、このインフラを使ってイベントをやるのは当然だし、私たちの誇りよって言えるようになってるかどうかだと思うんですね。本来は国土づくりであるとかインフラづくりっていうのはここにあるんです。それを忘れちゃいけないっていうのが2番目ですね。あとはさっさといきましょう。3番はですね、ともするとインフラづくり、国土づくりなんてものは行政がやって、行政の管理のもとにでっかい企業をやりゃいいんだと思う節があるんですけども、そうはいかない。国民一人一人が自分のことと考えて、つまりコモンズと考えて、そして共感した上で参加するというところが原点ですよね。それから東京の問題、首都圏の問題っていうとね、かなりの人は東京の、しかも都心の3区だとかね、都心5区だとか、そこのところにでかいビル作るだけが関心がある人たちが結構いるんですが、そんなとこはね、黙って立って結構進むんですよ。でも広い首都圏の中で大事なのは、群馬県や長野県や栃木県の方にずっと広がる豊かな自然であって、そしてその麓にある 中くらいの大きさの町、ちっちゃな山村、こういうとこと都市部ががっちりと連動していい国を作ったりしていくってことのはずですよね。そこのところがね、これまで言葉だけじゃあ、今回のレポートの中にも一部入ってるんじゃないかと思いますけども、森林の資源を使ってその木材資源から新しい燃料を作り出すと、それを湾岸部で使用しようじゃないか。これはもう湾岸部と森林の連携ですよね。っていうのは具体をもってこの自然部と都市部の連帯性を高める、これが4番ですし、またね、今日もひどい台風で心配ですけども、首都直下地震、南海トラフの津波なんていうのもこの間ヒヤッとしたところですよね。そういうことを考えますと、この首都圏の国家の中枢機能、これは政治だけじゃなくて経済も行政も中枢持ってるんですが、その中枢機能を止まらしちゃいけない、これを断固確保するってことが重要です。それから6番は、人類的国家的重要目的、これは例えばエネルギーですよね。なんだか何でもかんでも電気でやりゃいいじゃないかと、でオール電化なんていうね、場合によっちゃなんていうんですかね、危なっかしい施策とか、あるいは地球環境が大事だって言ってるけど、再生可能エネルギーなんかは、必ずしもどんどん進んでるわけでもないこととかですね、我々どうも本当にここのところを考えてるかっていうとちょっと心配なところがある。これについて国民に対する訴えかけ、首都圏民は率先してこのエネルギーの、もったいないの中でやっていかなきゃいけない、できる限り CO2 が削減できるようなところに貢献して当然であるというメッセージを入れているつもりではあります。最後は東京一極集中というのは、これは全国にとって極めて重要な話です。ただ東京一極集中っていうのは決してビルをどこかに東京に作るから来ちゃうっていう、そんな単純なものじゃなくて、明治以来ずっと国民が憧れてきたその対象が東京なんですね。その憧れ感を変えていかなきゃいけない。それは並大抵のことじゃありません。ただ幸いなことに、しばらく前のコロナ禍でちょっとリモートワークなんてことをほんの少しやるだけでも、電車に乗って朝来る人がすごいラッシュで乗んなきゃいけないなんてことは随分緩和できるんですね。だから一気に東京の人をどっか行ってくれって必要はないんですが、もうちょっと郊外部に住んで、あるいは地方都市に住んで、新幹線通勤でもいいし、毎日来なくたっていいんですね、週に1回来ればいいというようなことによって、東京都心部への集中を緩和する。その時にはおそらく、宇都宮であるとか前橋、高崎であるとか、そういう距離帯の街はもちろん、リニアによって、甲府はもちろん、中津川とかですね、飯田とかあっちの方にまで住んでたって何の不思議もない、そういうそのコロナを通じて新しいチャンスというのも見えたんじゃないかと思うところでございます。というふうに1番から7番まで、特に思いがどこにあるかってことをご説明した次第です。具体の方はお話ししないことにして、これで終わりにしたいと思いますが、どうかこの後野本さんのお話を聞いた後、またパネルもありますので、皆さん引き続きお付き合いいただけたらと思います。どうもご清聴ありがとうございました。ただいまご紹介いただきました首都圏問題委員長の野本でございます。本日はもう本当に飯田先生の国家的な話から、若干限られた話っていいますかね、になりますけれども、よろしくお願いいたします。現在東京商工会議所に私は副会頭をやってるわけですけれども、東京都の国際競争力をどういう形で向上させるかと、そういった都市政策上から毎年要望書をまとめ上げて、都知事であるとか、大臣、国土交通大臣に施行しているわけですけれども、本日は今年要望しました内容を中心にお話しさせていただきたいと思います。1ページでございます。その前に東証の関係を少しだけ紹介させていただきますけれども、東京商工会議所東京23区の会員で構成されておりまして、これは1878年に初代会頭は今年の7月から一万円札に描かれている渋沢栄一でございます。現在は小林会頭のもと、会員数は約8万4000件となっております。大多数がの会員が中小零細事業者であり、サービス業であるとか建設不動産業をはじめ、本当に多種多様な多くの業種の事業者に加入していただいております。そして東証の主な活動でございますけれども、23区の支部を中心とした魅力ある地域づくりを推進するための地域振興活動、そして会員企業の声を集めて、東京都等に提言する政策の提言活動、そして100以上の幅広いメニューを持っておりますけれども、経営をサポートする経営支援活動と、こういった3つの活動が主な活動でございまして、10ページですね。地域振興活動については、23支部を中心に各地域で特色ある活動を行っております。例えば現在私が担当している太田支部では、中小の製造業が集積する地域特性を踏まえまして、区内の中小のものづくりであるとか、技能職の働き方の良さを PR する等のガイドブックを発行し、若者の地域定着を喚起するような、そのような活動を行っております。2ページですけれども、そして政策の提言活動、これ現在東証で22、ご覧のように多くの政策の提言活動を行っているわけでございますけれども、そのうちその委員会の中で、首都圏問題委員会と東京の将来を考える懇談会の委員会で提言をした内容の一部をご紹介させていただきたいと思います。私が委員長を務めておる首都圏問題委員会では、東京の国際競争力向上のための都市のハード、ソフト両面から政策提言を行っております。ハード面はもうかなり前からやってるんですけども、今日はちょっとソフト面を中心にお話ししたいと思います。そして将来を考える懇談会では、東京の集積性と多様性の活用等についての提言を行っております。10ページですけども、先ほど家田先生からも課題っていいますか、本当危機感といいますか、いろいろあるわけですけれども、東京も、より国際競争力を強めるためには、いろんな課題があるわけですけれども、その中で、この順位はご存知だと思うんですけど、森記念財団が行っている世界都市ランキングですけど、1位がロンドン、2位がニューヨーク、3位が東京、それで4位がパリになってるんですけども、これもう僅差でございまして、おそらくこのオリンピックで抜かれるんではないかなというふうなことを言われております。まちづくりに関する分野にうち、この特にですね、ロンドンに比べて東京がやっぱかなりこう点数が低いと、そしてナイトライフの充実度は30位ということでですね、他のはかなり1位の部分はあるんですけれども、30位ということで、インバウンドが夜来ても遊べないというような課題が今、大きく取り上げられております。そんなこともありましてですね、私ども、その課題について、東京の文化、そして交流分野を底上げする施策が必要ではないかということを提案しているわけでございます。ご案内のとおり、皆さんはご周知のとおり、日本には漫画であるとか、アニメであるとか、そうしたサブカルチャー、もうこれ、世界的にも大変人気を得てるわけですけども、その強み自体がですね、都市の機能にこう生かされてない、都市戦略とか、まちづくりに十分生かされてないということがございまして、これらをどういうような形で、それを強みを発揮するかということが大きな課題になっております。そうしたことも含めて、国際文化都市を実現するために、ナイトエコノミーであるとか、サブカルチャーであるとか、そして先ほども出てまいりましたけど、歴史文化による街の魅力向上、こうした施策が何よりも重要かなというふうに考えております。そうしたサブカルチャーについて、もうその前にナイトエコノミーについてはですね、やはりみんな大事だ大事だと言っていながらも、戦略っていいますか、そういうビジョンというか、そういうものが国家的な戦略、地域の戦略っていうものがややないというふうに思っておりますし、サブカルチャーについても、いろいろな素材はいっぱいあるんですけど、そういう制作物であるとか、それに関連する原画の保存であるとか、そういうのが非常に困難になっておるわけですから、そういうものをこう都市の再開発の時に、そういうものを保存する場所を作れば、それが容積緩和であるとか、そういうような形で、街づくりぐるみでですね、そういうものを生かすっていうことが大事かなと。そしてさらには歴史文化、東京には大変多くの歴史文化ございます。上野の柳線の問題、課題にしてもですね、それをまちづくりにどういうような形で生かすか、そういったことについても、容積緩和であるとか、建物の形状、現存を残すときに、それの容積を移転するとか、そういったものがまだまだ完全にはできてないと、そういったところにもメスを入れることによって、より実現をするのかなと。それで何よりも、そういう地域に根ざいた歴史文化をですね、産業と組み合わせることによって、ストーリー性を持たせることによって、マネタイズにもつながるし、それが事業としてにも生かされてくる。昔こういうのが全国に広がればいいということで、宿場町であるとか、城下町であるとか、もう本当に五街道、そういう文化等々をですね、大事にすることによって、地方創生にもこれが必ずつながるのかなと、そういった例題って言いますかね、先にそういう例を作るためにもですね、東京が国際文化都市、東京ということが実現することは、何よりも必要ではないかなというふうに思っております。はい、次の、さらに街並みとか景観の整備をすることによって、東京の価値を上げる、やはりウォーカブルなですね、街づくりを行うことによって、本当にインバウンドの人が来たときにより関心をしていただくと。それでいろいろな日本に来た外国の方たちが、やはり道の美しさであるとか、トイレのきれいさであるとか、それから地下鉄の整備であるとか、そういうものに対して非常にですね、関心をしているわけでございますけれども、そういったものも合わせた文化と芸術等々をですね、ストーリー性を持たせることによって、もうまさに東京国際文化都市っていうものが実現することが何よりも必要かなというふうに思っております。さらにはそれに合わせた街並みであるとか、それから街のシティドレッシングですね、街の中に、それから公開空地の活用、これも合わせてやることによって、東京がより観光インバウンドの方にとっても住む方にとってもより素晴らしいものにつながっていくのかなというふうに思っております。そして東京はご案内の通り、人、地、企業、データ、これらがもうすべて集まった、集積された場所でございますので、こういったことを生かしたことによってですね、先ほど飯田先生がおっしゃられたように、より東京が魅力ある街になる、そして結果的にはそれが地方に伝播していくということがですね、そういう参考例といいますかね、そういう実績を示すことによって、地方の方たちも東京とのつながり、そのネットワーク、そういったもので、さらに日本の文化、それからそういうものがより評価されてくるんではないかなと、かように思っております。そしてこういった例でですね、今葛飾区なんかもですね、空自体でですね、いろんな情報を発信しておりまして、産業地データ、そういう集積を多様化して、企業間の中で、産学でオープンな連携をやり、イノベーション、創出の地域単位でのですね、ブランド化につなげております。こういうそれぞれの区域区域のでもブランド化につなげるということが非常に大事なことかなと、葛飾町工場物語なんかもPR に使っておりましてですね、これも大変面白く作っています。まさしくオープンネットワーク組み合わせっていうのがですね、非常に大事になってくるのかなと、一つの空だけではなく、いろんな形の中でですね、それらを合わせていくことが大事なことだろうと、そういうお手伝いも東京商工会議所としてはやらさせていただいております。そしてさらにはですね、中小製造業を支援する東証の取り組みとして、中小製造業の好事例を作って、サイトに情報を発信するとかですね、それから受発注のシステムであるとか、そういうのを一つ一つが作るんではなくて、一緒に作ることによって、中小企業がさらに活性化するというようなところにもですね、大いに力をかけているところでございます。こんな形の中でですね、東京がよりこれからも世界的な都市として輝くためにもですね、ゲートウェイ東京の成長として、さらなる発展をし、それが必ずや各地のにも展開が伝播していくというふうに思っておりますので、今、私ども東京商工会議所としても、東京一極集中が一元的に否と捉えるのではなく、高い集積性を有することで、東京が特色豊かな地方とそれぞれの役割を果たすことが、我が国産業全体のですね、生産性を高めることにもつながっていくのかなというふうに考えております。あと51秒あるんですけれども、私はこれとは別に、先ほどの家田先生の話の方を本当はやりたいなと、もう東京はですね、本当に東京というのは、日本はやはり今、危機的な状況にあると。まあ、我々年寄りというか本当に若い方がどういう形で継続していただけるかというのが一番大事であってですね、まあ、そういったところ、まあ、そのためにも本当に不可欠性、自立と不可欠性というのが大事であると。そして自立というのはもう本当に食料、燃料、医療3つの量と強靭化ですね。もう本当にこれをいかに自給率を高め、7割っていうかそれぐらいのものを高めることによって日本がもう自立をしていく分野と何が強いのかという不可欠性のものをいかにこうやって作り上げていくか、まあ、こういったところがもう一番大事かなというふうに思っておりまして、まあ、ぜひぜひもう家田先生にも頑張っていただいてですね、そういうものを若い人たちがつなげていいもの、いい日本になるように、まあ、ぜひぜひお願いをしたいということで私の挨拶、発表とさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、松田でございます。4分いただいております。スライドの方よろしくお願いいたします。話題提供として、これまで計画の検討議論からここで共感あるいは強調したい3点をご紹介いたします。1点目でございます。首都圏はですね、開業当初部から広大な関東平野、それから山地まで実に変化に富んでおります。森林農地、河川、湖沼、水と緑で首都圏国土の大体4分の3を占めております。首都圏の風景です。大都市から農産漁村、3000メートル級の山岳部から大小さまざまな島しょ部、また大都市部にはタワマン、再開発地区、木密地域、大規模郊外団地ですね、それから皆さんご承知の通り、四季に応じた変化を見せる豊かな自然環境もございます。どうしても東京のイメージが強くなりがちですけれども、首都圏は日本の国土の縮図ともいえるような、多様性に富むエリアであると、そういう理解に立ちまして、計画を考えようというのが1つ目のポイントでございます。2つ目のポイントでございます。人間らしい暮らしの回復、地域の文化の維持、創出を中心的な価値として取り戻すべきと考えております。例えば、美しい自然や固有の文化を持つ地域がお互いに敬意、リスペクトを持って支え合う首都圏、自然環境や社会文化的な面も含めた包括的で多様な豊かさを実感できる首都圏、こういうことを目指していきたい、と思っております。劇作家の平田織沢さんはですね、土木学会のインタビューにおきまして、地域コミュニティの崩壊や長引く不況によって孤立しがちな人間を文化活動などによりもう一度社会に包摂、インクルージョンしていくということが重要と述べておられます。自分たちの文化、誇りは何か、これを考えないと、大都市地方に収奪される時代といった危機感も発信されているところでございます。次に、歴史や伝統文化もさることながら、首都圏にはですね、アニメや音楽等のポップカルチャー、オリンピックでも注目を集めたアーバンスポーツなどのいわゆる、聖地がたくさんございます。地域の魅力のスポットになっております。本年ですね、東京水害から守るインフラ、荒川放水路というのがございます。これが100周年を迎えます。唯一現存しております旧岩淵水門、これ8月にですね、重要文化財に指定されました。土木エンジニアの、大先達であります横山明がですね、陣頭指揮を取ってこれを建設したと聞いております。この青山さんのモットーはですね、私はこの世を私が生まれた時よりもより良くして残したいということだそうです。インフラの整備管理に関わるものがこれ立ち戻らなければいけない原点だと考えております。非常にこの美しいこの赤水門、赤羽の近くにございます。現在、沿線地域にとどまらず、多くの方に愛される施設となっております。ぜひ、桜の季節などお願い、訪れてみてください。3点目でございます。首都圏が直面する危機は、これまで、行政中心でやってきておりましたが、それでは克服できません。首都圏民一人一人が我がこととして、危機感の共有、取り組みの共感、さらに参加、貢献していただくことが不可欠でございます。地域への愛着とか誇り、シビックプライドというものですが、これを大切にしつつ、地域に合った規模やスピード感で心から楽しみ、喜んで取り組むスロー、スモール、プライド型の活動が各地で沸き起こっていくというのが目指したい首都圏の姿でございます。劇作家の山口周さんという方がですね、生きがいややりがいといった意味的価値を創出している現代、人間性に根ざして動く社会を実現するために、私たちが真にやりたいことを見つけ、取り組むことが必要だと論じられております。首都圏広域地方計画は2050年、さらにその先の長期を見据えております。特に2050年に第一線で活躍する世代の意見を聞くことは大変重要です。この世代1500人を対象に今月実施したモニター調査では、計画の内容を理解いただいている方は 5.4% でございました。計画を知って理解いただき、さらに行動を起こしてもらうために私たちの努力はまだまだ必要と考えます。一方でですね、人口の 3.5% が動けば社会は変わると、こういった研究報告もございます。現状に悲観することなく、共有共感、そして参加貢献を目指す促す取り組みを引き続き積み重ねていきたいと思います。以上です。はい、増田さんどうもありがとうございました。すごく力入ってましたね。こんなにすごいキーワードがいっぱい言っていただけるなんて感心しました。青山明が、私はこの世を私が生まれた時よりよくして残したいっておっしゃってるわけですな。今の話でね思うのがどうですかね皆さん、その日本の国のねまあある意味その30年間の低迷とかなんか言われてるのがまあこんなもんかな、もう日本っていうかこの世の中ってこんなもんかなと思った途端に前にはいかないですよね。まだ改善の余地あるしね、まだ工夫の余地あるし、まだ技術も前いけるもんねと、もっとよくできるよねって思ってることってすごく大事なんだけど、それを少々おろそかにしてた面もあったんじゃないかななんて思って今伺ってた次第でございます。さあそれじゃあ早速パネルディスカッションに入ります。逐一私から一人一人のご紹介はしませんで、自己紹介って格好でやっていただくことにしたいと思います。順番がですね、これあれだな、座ってる順じゃないな、どういうふうに事務局が決めたか分かりませんけど、これ一応これの通りやりますね。スライドがその順なんで、まず矢島さんから、自己紹介なんか含めてちょっとまず第1回目の発言をお願いしたいと思います。はい、本日標高1450メートルの白川湖から参りました矢島と申します、長野県から参りました。スライドの方よろしいでしょうか。私ですね、もともと埼玉県の川越から過ごしてまして、女子高女子大卒業しまして、その後、東京で仕事をしてました。で、本当に、女性も男性も関係なく活躍できるんだろうなと思いながら仕事をしていた中で、夫がホテル事業をやる事業を継承するということで2009年長野県に移住しまして、なんかちょっと先ほどの最初の冒頭の国民の危機じゃないですけど、地方と都市部のギャップみたいなところにすごく危機感を感じたことが、今やっている活動につながっております。大きく感じたところの危機感としては、地方での女性活躍の難しさで、観光地域と子育てとキャリアの両立の難しさ、この2点をすごく課題と感じました。で、次の一番お願いいたします。で、その中で、私が今活動していることの、紹介なんですけれども、私子ども3人いまして、当初子ども生まれた時ホテルで共に働いておりました。ただですね、ご存知の通りホテル、宿泊業、観光業というのは休日が繁忙期でして、そこでやっぱり母親が働くのはすごく難しいなという課題に直面しました。ちょっと地方、特に僻地と言ってるんですけど、私はそういったところって民間の学童ですとか保育園っていうのは、もちろん整備されてないですし、行政の預ける場所っていうところがなくて、もう休日働くことが困難だったんですね。で、やっぱりここでの地方での観光地での女性のキャリアっていうのはどうしてもやっぱ我慢しなきゃいけないなっていうところで、休日の託児を主にやっております。で、日常としては地方の豊かな自然を生かした託児ですとか、意外と観光業に携わっている子どもたちが自分たちの観光資源を知らないっていう課題がありまして、それを体験してもらうっていうことでスペシャルな体験をしたり、こういった活動を展開しております。はい、どうもありがとうございます。引き続いて、次はですね、前田さんがなぜか飛んでて三部さんですね、よろしくお願いします。はい、一般社団法人グローイングクラウドの三部かなと申します。はい、矢島さんが日本一女性が活躍する観光地を掲げていらっしゃいますが、私は日本一チャレンジを応援する町郡山を掲げて日々活動しておりまして、私どもは2011年に東日本大震災が起きましたが、そちらをきっかけに、思いを共有する仲間と一緒に作った組織です。ミッションとしましては、未来は予想するものではなく自分の力で作るもの、そのために行動する方を、応援支援しています。グローイングクラウドという言葉なんですが、日本語に訳すと彩りの雲と書いて彩雲って言います。で、彩雲を見るとこう何かいいことが起こるっていうふうに昔から言われていて、私たち当時福島県がまだ震災の爪痕も残っていて、そして風評被害ですね、原発事故による風評被害でも非常に苦しんでいた時期だったので、私たちの存在が何か福島県の皆様にとって貴重になれればいいなという思いを込めました。コワーキングスペース工場郡山というものを運営しておりまして、こちらのコワーキングスペースは日本国内に22拠点ある工場ネットワークの一員でもあります。そういった全国とのつながり、首都圏とのつながりというものを活用しながら、郡山と首都圏全国とのつながりのハブとなるような活動を心がけております。あとは、私自身創業支援のご相談に乗ること多いんですが、そこで出会ったある女性起業家の方と本当に思いを共感しまして、子育て中の女性が新たに再びですね、社会にもう一歩踏み出す時の応援をするための会社としてケイリーパートナーズという会社を立ち上げて、そちらも経営しております。以上です。はい、ありがとうございます。三部さん、あれですかね、郡山がベースってことですけども、はい、あれですか、浜通り側のとこともやり取りなんか随分あるものなんですか？あ、そうですね、郡山で普段は郡山におりますが、やはり同じようなコワーキングスペースを運営している方が県内各地に行って、浜通り早々エリアにもたくさんいらっしゃいますので、そういう方たちと一緒に県内全域盛り上げていくという活動もしております。はい、ありがとうございます。というのはですね、首都圏広域地方計画は基本的には関東地方、それから長野県とか、こういうことになってるんだけども、実を言うと福島原発を含めて東日本大震災エリアっていうのは何も終わったわけじゃないんですよね。特に原発の廃炉なんてまだまだうんとかかるし、福島に首都圏は完全に寄り添って、あるいは一体的に頑張ろうじゃないかっていうのはもうずっと言ってることなんで、そんなとこもまたこれからのお話で聞かせていただけたらと思います。続きまして前田さん、お願いします。はい、皆さん、前田洋介と申します。ウォータ株式会社代表しております。私はですね、高校までずっと生物学をやってまして、その中で水処理に出会って、で、水問題の解決準備を、大体こう今終わって解決の実行に入っているっていう、水問題を解決することを目指しているベンチャー企業の、ものでございます。で、先ほど来話ありましたけれども、日本の水処理技術がなぜもっと世界に出ていって、世界の水問題解決できていないのか、あるいはなぜもっといわゆる過疎地域とかも含めてこれからの人口動態に合った、新しい水インフラを実現できていないのか、そのポテンシャルがあるのに実現できていないってことにすごくもったいない思いを感じてまして、ただ一方でそれができると思ってまして、で具体的には次のスライドをお願いしたいんですけども、当社、水循環の、いわゆる小規模な水の再利用技術、飲用レベルでの再利用技術を、軸にですね、2つの事業を行っております。で、1つが災害対策事業で、もう1つが過疎対策や海外の水不足対策事業でございます。で、今日はこの話をさせていただきたいんですけども、特に私が強い危機感を持っているのが次のページなんですけれども、今回能登で非常に大きな断水が起きたと、半島ならではの、断水の長期化があったと。で、そこで弊社の方ではさっき申し上げた水再生システムを使って避難所の、84% を、カバーさせていただいて、で、今なお、応急給水の、実行に当たっていると。で、次のページ最後なんですけれども、その様子を次のページ行っていただけますか。その様子をこの真ん中は総理ですし、次のページには家田先生が輪島の避難所に視察に来てくださっている様子を入れてたんですけれども、そういうふうに全国の方々に見ていただくことができたんで、それをこれからの我が国の災害対策に反映していきたいと思っています。以上です。はい、ありがとうございました。今ちょっとお言葉で言っていただきましたけども、能登に行きましてね、災害後本当にね、あんなに水に困ってるっていうのはなかなかないってぐらい困ってましたね。その飲み水くらいだったらね、散水車っていうかなんとかなるし、給水車でなんとかなるし、ペットボトルもなんとかならないではないんだけども、それだけじゃ人間ってのはもう生きられないですね。トイレの水もそうだし、シャワーの水もそうだし、それを前田さんとこの会社が100台ぐらいでしたっけ？300台です。失礼、300台も持ち込んで、避難者の方々がね、これでほっとしてシャワーが浴びれたと、何週間ぶりだとかおっしゃってるのはね、本当に僕も感服した次第ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。それじゃあ自己紹介最後になります。さんさんお願いします。はい、真田です。こんにちは。ですね、私の自己紹介はですね、私の活動を2つ紹介したいんですけれども、1つはですね、石積み、特にそのコンクリートとかモルタルとかを使わない空石積みというのがあるんですけれども、その空石積みの技術を継承しています。で、2013年に石積み学校っていうのを立ち上げまして、もうすでに200回ぐらいはワークショップをやってると思うんですが、それを崩れかけているところだったりとか、そういう困っているところで修復するということをやっています。で、去年からはですね、これ2024からって書いてますが、ちょっと間違ってまして、2023からなんですけれども、去年から高校生に石積み技術を継承するっていうことで、石積み甲子園という、その高校生がチームを組んで競争するというようなことも始めたりしています。それが一つありまして、で、これただそういう活動しているというだけではなくて、その石積みをいろいろ深く知るとですね、自然物をインフラに使うっていうことに対して、どういう心構えがいるのか、仕組みがいるのかっていうことも見えてきまして、そういうことを今研究も始めています。で、もう一つがですね、次お願いします。風景を作るご飯という活動をして、活動というか研究というかやってるんですけれども、これはその都会の人がですね、食を通して農村の環境とか社会に関わることができるというようなことを表した言葉なんですけれども、昨年風景を作るご飯という本も出しましたけれども、今地方創生なんかで農村が頑張れ頑張れっていうふうに言われてるんですけれども、農村の環境とか社会っていうのは、農村がただ頑張るだけではなくてですね、都会の人がかなり重要な役割を、担っているんじゃないかというようなことを、いろんな側面で研究したりとかですね、広めていったりしているというようなことをやっています。以上です。はい、ありがとうございました。大体皆さんパネリストの方々のプロファイルがお分かりいただいたんじゃないかと思います。どうですか皆さん、普通の人たちじゃないですよね。ちょっと今まであんまり人がやってなかったようなことにチャレンジしてる方々を、しかも若い方々を、2050年に現役のはずの人たちをお願いしている次第でございます。ですから今ご紹介いただいた内容は、みんなトライアルの途上のものもあったりするし、でご本人たちはおそらくそれがそのものじゃないにしろ、その精神が今後のその首都圏に限りませんよ、これからの社会にとってすごくキーになるんじゃないかなって確信しておやりになってるなって感じがつくづくしますね。さあ、それじゃあこれから次の話題に入りたいと思いますが、予定ではですね、ここで課題に感じてるってことを一通りやっていただいて、その次に、それをどう解決しようと思ってるかっていうような解決策ということで分けてやることになってるんですが、多分これセットでいっちゃった方がいいんでね、ワンセットでいきましょう。でその後3巡目で地方をどうするかってことでもう1個用意してますので、2つ目3つ目の当初予定したものをセットでお話しいただくってことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。事務局スライドはパッパッパッとうまく、飛ばしたりしてやっていただきたいと思いますはいそれじゃあどなたからいこうかな、まあ、この予定通りでいいですかね。それじゃあ、予定通りということで、まず長野で矢島さんからお願いしたいと思います。はい、持ち時間が4分になるってことですかね。両方いっぺんに。そうですね。はい。すいません。そうしましたらまずスライド1枚目お願いします。課題に思っていること、まあちょっとここに書いてあることもあるんですが、先ほどおっしゃっていただいた2050年の部分にちょっと着目しますと、そもそも長野県、特に私が住んでいる茅野市と立科町っていうところなんですが、子どもが本当にもうどんどん減っているのが目の当たりできます。茅野市今5万6,000人ぐらいの市なんですけど、昨年300人ぐらいしか出生してませんし、立科町も6,600人ぐらいなんですが30人ぐらいしか生まれてないということで、もう2050年子どもいないなっていうふうに私個人的には思ってます。で、その中で観光地を支えていく人材をどうやって育てていくかっていうのがもう喫緊の課題かと思うんですけれども、まずちょっとこの後にお話をさせていただきます。今いる子どもたちを大事に育てていこう、観光資源に触れてもらおうっていうところを一つ取り組んでます。で、私がずっと課題に思っているその女性の活躍のところですね。やっぱりまず観光業、人材不足っていうのはご存知かと思うんですけれども、やはり働き方がすごく難しくって、やっぱり離職率も高い職種になっております。やはり勤務時間が不規則だとか、判官の差が大きいだとか、勤務日が不規則っていうところで若者にやはり選ばれにくいなっていうのはとても感じます。やはり子育てとの相性も非常に悪いなと個人的にも思います。で、長野県特に女性の就業課題なんですけれども、やっぱり首都圏に比べてちょっとなんですかね、理解が進んでないといいますか、やはり年配の男性の方なんかで私実際に言われてびっくりしたことが、子供を育てながら働きたい女性なんていないよっていうことを言われたことがありまして、まだやっぱりそういった価値観が残ってるんだっていうのに直面したこともあります。なので整備としてもそういったところが整っていなくて、やはりどんどん東京とかですねに若い女性が出ていってしまうなっていうのもすごく感じています。で、ちょっと私が観光とか子育てとか女性活躍っていうまたがった課題でやっているので、一つ大変なのがちょっとその相談先がすごく難しいなと思っていて、観光庁だとか国交厚労省だとか、文科省っていうところに課題がまたがっているので、いつも相談先がなくてちょっとどこに行っていいかなってうろうろしていることもあります。で、次の、1枚お願いします。で、やはり2050年の地域を支えてくれる子どもたちにもう今からまちづくりに関わってもらおうということで、山んちフェスというイベントを年に1回開催しています。こちら運営しているのは地域で働くお母さんたちです。特に観光業ですねのお母さんたちと農業だとか、看護師さんとかもいらっしゃるんですけれども、本業とは別のところで子どもたちと一緒に地域のまちづくりに関わろうという活動をしております。で、まずこれをやった背景としては先ほどの課題もあるんですけれども、やはり地域にまず子育てをしながらしっかり働き続けたい女性がいるんだよっていうことを PR したいなというところが一つ背景にあります。で、あと、私たちが1400メートルの、標高高いところに住んでるんですけれども、実際に働いてくださるボリュームゾーンがいるところが標高700メートルっていう、山間地とのギャップがあるので、なんかすごく心理的に遠く思われがちなんですが、そのギャップを埋めたいなというところで実際に足を運んでもらうイベントということをやっております。で、最初に冒頭に申しました30年先を見据えた観光地域の人材を地域を支える人材の裾野を広げるための活動としてもやっております。こちら2020年に実施しまして、去年この間4回目か実施したんですけれども、すごい小さな地域ではあるんですが、1,500名の方に足を運んでいただいて、子どもたちがすごく生き生きと活動をするようになっています。はい、以上です。はい、ありがとうございます。あれですかね、このリモートとかね、ああいう技がコロナの後盛んに使えるようになったけど、今矢島さんおっしゃった話でいうと、大都会でない、あるいは中都会でもないところに定着してやっていくには、若い人たちやってもらうには子供がいますよね。そうすると子供の教育っていうのをね、何もねでかい都会に出てね、でなんか勉強してるんだか遊んでんだか分かんないような何年間かやって、で卒業した途端にパッと就職しなきゃいけないっていうスタイルじゃなくて、もうちょっと、通信教育っていうと古い言葉になるんですが、もうちょっとリモートでハイブリッドでやって、どこの大学のものでも聞けるんだったら別に山に住んでたって何も問題ないし、むしろ自然との調和みたいな生き方からしたらその方がハッピーかもしれないとか、教育なんていうのはどんなふうに矢島さんお考えになっていらっしゃいますかね。まさにその通りで、せっかくコロナ禍ですので、こういったリモートがもっと整えばいいなと思ってます。ただ私の小学校の子どもたちもバスで25分かけて学校に行ってるんですね。なので本当に私は歩いて学校に行ってたような感じだったので、すごく衝撃を受けていて、なかなかやっぱり親が送迎しなきゃいけない場面がとても多いので、子育て環境としては不利だなというふうに思ってます。でやっぱり思いっきりやりたいことを、部活なんかも中学校入ると難しくなるので、そういった課題もあるかなとは思うんですが、本当にリモートで、いろんな教育が受けられる機会が広がっていくと、非常に山のいろいろ価値が上がっていくかなというふうに思っております。はい、どうもありがとうございます。それじゃあ続きまして、よいしょ、また三部さんですね。はい、お願いしたいと思います。はい、たくさん課題はあるんですが、やはり一つ挙げるとしたら人口減少という課題です。これはどの地方自治体でも同じ課題を抱えているものではあるんですが、福島県、国が発表した人口減少率が 1.31% で全国でもワースト6位、そして特にですね流出超過という数値なんですけれども、15歳から24歳までの若年層といわれる世代の県外流出が、5001人で、全国の都道府県の中でワースト2位で、女性に限っては、ワースト1位というふうな、とても悲しい現実がございます。で人口もですね、推計を見ると現在174万人が福島県の人口として推定人口があるんですが、2050年にはさらに50万人が減るというふうに見込まれていて。50万人というと本当地方の大きな都市が一つまるっとなくなるということで、もうすごい危機ですよねというふうに感じるんですが、そういう課題の背景には、たくさんの、複合的な背景というか理由があるかとは思います。ただやはり流出超過という部分では、ちょうど高校を卒業した後に首都圏に出てしまって。実は私も高校卒業後東京に大学に出た一人でもあるんですけれども、やはり福島県、今日も私東京まで新幹線で来ましたが、1時間20分で着いてしまう、とても近いところにあります。そういう意味もあって、東京に出やすいというところというのが理由の一つとしてあるかなとは思うんですが、出ることは全然問題悪いことじゃないなと思っていて、ただ一度出てしまった後、就職してそのままの首都圏とかに残りで、結婚してそのままとか、そういうケースが多いというところが、とても悲しいなというふうには思っています。あとは先ほど長野県の事例も発表していただきましたが、もうすっごい共感しまくりまして、ジェンダーバイアスですね。もうやはりこういうことに対する地域の首都圏に比べると意識がちょっとまだ足りないというところと、職場や家庭、地域での、人間関係の閉鎖性とか、そういうものも課題感としてあるかなというふうには思っています。じゃあ次のスライドをお願いします。はい、という中で、私自身が何ができるかなと考えたところで、3つございます。1つ目は、地方と首都圏をつなぐハブというところですね。首都圏とのネットワークを積極的に作って、それを生かすということ。で2つ目は、行政とか他の民間企業と組織を超えて、さまざまな取り組みにチャレンジするということをアクションとして意識しております。で3つ目は、一人の大人として地域の若者と積極的に関わっているということがございます。首都圏とのネットワーク作りにおきましては、福島県や郡山市と一緒に首都圏のコワーキングスペースを活用して、福島県出身の方を集めたイベントをやって、最近福島県でどんな面白いことが起きてるかとか、かっこいい大人がこういう人いるよとか、そういうものを情報をアップデートするということを活動としてしています。あとは組織の枠組みを超えた取り組みとしましては、地域クラウド交流会というイベントを開催しておりまして、これは地域の起業家を応援するイベントです。で今度の9月7日には全国各地から起業家を集めて、全国グランプリ大会というものも開催する予定で、本当に地域を挙げて全国からの起業家さんをお迎えする準備を今真っ最中、準備しているところなんですが、自分も楽しみながらこういう活動を通して、少しでも若者の U ターンを増やしたりとか、福島県に興味を持ってくれる方を増やしていくという活動をしております。以上です。はい、どうもありがとうございます。続きまして、前田さんでお話しいただきましょう。はい、私の話はまず、このパートでは、そろそろ災害の時も水に困らない日本にしたいというところでございまして、で5月の21日にビッグサイトで今もまだ500名近くが断水されている、珠洲市の泉谷市長と対談をさせていただく機会があったんですけども、市長が、強くおっしゃってたのが、水があればいいわけじゃないと。これどういうことかと言いますと、例えばここが今被災したとして、500メートル先に川があったとして、そこですごいいい浄水器があったとして、でそこで毎日50トンの水を作れたとしても持ってこれない、あるいは持ってこれたとしてもそこで出た排水50トン、これを処理できない。なので水が作れるだけでは災害時の応急救出の問題というのは解決しないと。で次のページなんですけれども、私ども考えているのは、日本は今まで緑のところをすごく頑張ってきたと。水を作るところはたくさんのソリューションがあると。ただ、水を作った後届けたり利用することができるようにシャワーと接続したり排水を処理したりするこの縦のラインを一貫したソリューションがないとですね、応急給水は実現しないと。これが私どもの考えでございまして、これを実現する一つの手段が水循環、あるいは小規模な水リサイクルというところだと考えております。道管が復旧する前に水利用を可能にするにはこれが必要であると。で次のページちょっといきたいんですけども、例えばやはり例えばですね、ケアしないといけないところとして、人口の 10% は常に生理中の女性でいらっしゃって、そういった方々が衛生を保てるような構えをしておかないといけない。あるいは次のページで感染症が蔓延しやすい状況になることも想定しておかないといけない。そして次のページ、いわゆる被災者の方々に加えてですね、復旧作業に当たる方々も水にアクセスする必要があるんですね。でこういったことも想定して次のページなんですけども、今回の能登から何を学び、どれだけ広域地方計画に反映できるかということがあるんじゃないかと思っています。そのはるかに大きな規模での断水人口が想定されているというのが今までの議論でございます。で次のページお願いしたいんですけれども、かねてから申し上げているのが、1万2000台あれば首都直下型地震の、カバーできる応急給水をカバーできると。で人口日本が1億2000万人ですので、大体人口1万人月1台各自治体様とか民間企業様で備えておけば、ある意味いいだけ、ソリューションはすでにあると。次のページでそのためにはですね、やっぱりなるべく具体的に、ポイントを抑えたなんていうんですかね、いわゆるガイドラインの策定や、あるいは備えを進めていきたいというところで、今回骨太の方針の方でも、水循環型シャワーとか分散型システムというものが有事対応や過疎対策で必要だということが具体化してくださっていると。で次のページ、今回具体的に私どもからの提案としては2つありまして、やっぱりさっき申し上げたように人口1万人月1台でいいと。それをなるべく社会的コストを抑えてスピーディーに配備をするということが重要なんではないかと。そのためには別に災害っていうのは常に起こっているわけではないので、どっかで起きたときに助け合う広域の互助のネットワークがあれば最小台数の配備で済むんじゃないかと。これが首都圏以外の地域と助け合って災害時の応急給水を実現する一番合理的な方法だとまず一つ考えています。でもう一つはですね、最後のスライドなんですけれども、半島というところですね。今回私どもの肌感覚、今まで20か所以上の20回以上の災害対応を私どもしてまいりましたけれども、半島ということは大体ですね、いわゆる問題の発見から対策まで通常の地域の3倍ぐらい時間がかかると思って備えた方がいいと。なので首都圏においても房総半島とか、あるいは広域で見たら伊豆半島とか、そういったアクセスが厳しい問題の解決発見に時間がかかる地域、なるべく強化した対策をしていただきたいなというふうに計画に対してコメントさせていただければと思いました。はい、以上でございます。はい、ありがとうございます。前田さんにちょっとコメントしておいてもらいたいと思ってるんですけどね。はい、なんていうんですかね、水っていうのは蛇口をひねれば水道は出てくると、コンビニ行きゃこいつを売ってると、当然でしょというふうに思っちゃうんですけどね、日頃は。はい、でもそれはどっか、これはネットワークで持ってくるから、はい、運んでくる方は運ぶ途中が、例えば道が切れれば運んでこれないし、水をパイプで持ってくるとかはパイプ切れればダメだし。つまりネットワークに依存してるんですよね。はい、だからネットワークを強化するってことは大事なことではあるんだけど、かといって隅々まで強化しとくっていうのは現実的じゃないですよね。はい、したがって切れることも頭に置いて、第二の方策を、バックアッププランを持ってなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。はい、でそういうふうに思いますと、水については前田さんが開発したようなこういう新しい技術の粋を凝らしてその場で全部やれるということだろうし、はい、あるいは水でどうですかね、七尾だったかな、普段使ってなかった井戸なんだけど、こういう事態になったんで井戸を復活させて、それで使えるようにしたというような話も聞いたんですがね、つまり新技術を使うと同時に前使ってたようなものをそのまま潰しちゃうんじゃなくて、でしかもクオリティとしてはそんなに良くないか、水のね、良くないかもしれないけど、別に飲むんじゃなきゃ何の問題もないでしょっていうような類を使いうるようにしとくっていうこともいるんじゃないかと思うんですが、前田さんのシステムと込みにして、なんか他の方策も込みにしながらネットワークが潰れる可能性があることに対する備えとしてね、はい、お考えを少しお話しいただけたらと思いますが。ありがとうございます。やはり私どもとても便利になった上下水道に依存しきって忘れてしまっているというところかなと思ってまして、地域の水資源を活用すること、あるいはそれをしやすくするための私どものようなシステム、そういったものを組み合わせてベストミックスを、上下水道と新しい、あるいは昔ながらの井戸とかとのベストミックスをもっと自由に作っていくと、コーダーの話にもつながるんですけれども、もっと自然豊かな国土、美しい国土の表現ができるんじゃないかなと思ってまして、ちょっと後半の話にもつなげさせていただければと思います。真田さん、お願いします。はい、まず課題に思っていることですけれども、ここにスライド、2つ書いてありますが、1つ目がその地方創生で地域の個性が重視されていることというふうに書きましたが、なんかちょっと驚くかもしれないんですけれども、これはどういう意味かというとですね、地域の個性が重要だっていうことそのものは私も悪いと思っていないんですけれども、ちょっと短絡的に言い過ぎてるんじゃないかと。で地域の個性大事だよっていうことは、誰でもそうだよねっていうふうに言うと思うんですけれども、これまでの歴史を振り返ってみるとですね、農業であったりとか、いろんなものがですね、効率化の名のもとにその地域の個性を潰すような政策がされてきました。で農業にしても都市の食料を賄うために大規模農業に変えていったりとかですね、その大規模農業が主流になったことによって、それについていけない中山間地域が過疎化が始まったりっていうことがあったりしました。で過疎が始まって1970年からは過疎法が作られるわけですけれども、その時もその地域の個性を伸ばして地域を良くしましょうということではなくて、その近代化っていう名のもとにその産業インフラの整備をしたりとかですね、本当に小さい都会を作るみたいなことをずっとやってきたわけです。でそういう過去を反省しないままですね、今になってその過疎化を止めるためにはその地域を個性を出せっていうのは、あまりにもちょっと都会の都合すぎるんじゃないかというふうなことを思っています。でじゃあ実際地方が今どういうことをしているかっていうと、その地域の個性を地域の個性出さないと生き残れないぞ、消滅するぞっていうふうに言われているので、地域の個性を出して、都会の人に来てもらうために、すごく頑張っているわけですけれども、それはもう本当にそのじゃあ都会の人の側からするとどこがいいかなとか、どういう農産物がいいかなみたいな、もう選び放題みたいになっていて、すごくその都市と農村の関係が不均衡であると、その不均衡な状態をそのままにしたまま地方創生っていうことを言い続けるのは、今の状態で言い続けるのはちょっと問題があるのかなと、もともとのその課題を解決しながらやる必要があるんじゃないかなというふうに思っています。で、2個目の方がですね、じゃあその、農村の環境を作る農業どうなっているかっていうと、今年の6月に食料農業農村基本法が変わって環境配慮が明記されたんですけれども、今の農業政策だとその CO2 の排出削減にちょっと特化しすぎているので、今までのその大規模農業の使う肥料が変わるとか資材が変わるっていうだけになってしまって、そのよりまた過疎化が進んでしまうんじゃないかというような懸念があります。それが課題に思っていることです。で、次お願いします。じゃあそれどうしたらいいかということなんですけれども、一つはですね、農業政策と農村政策をちゃんと統合していくことっていうのが必要ではないかというふうに思っています。で、もう一つがその時にですね、その都市の消費者の消費する人たちが美味しいもの、安いものを選ぶんだっていうような、それを固定化して考えるんじゃなくて、すでに意識が変わってきている人たちもいるので、それをキャッチして、さらにそれを促していくことっていう、その今までその地方創生とか地域の活性化っていうと、都会の人がこう思うからこうしようっていうふうになってたんですが、その都会の人がこう思うっていうその思う部分も変えていくことによって、都市と農村の対等な関係っていうのが作れていくんじゃないかなというふうに思っています。以上です。はい、どうもありがとうございました。それぞれ取り組んでおられる課題とで、結構課題のディープなところがありますよね。で、それにどう解決の方向に持っていくかみたいな話が、やっていただきました。で、予定ではですね、この後でこの地方都市を考えるということになってるんですけども、大体今お話しされたのみんな地方都市の話ですよね。だからこれ話連続にしたいと思うんですが、用意されているスライドをまた使っていただいてもいいし、使わなくてもいいんで、できればですね、増田さんも込みにして、順にやってますんで、誰それさんへのコメントとか誰それさんへの質問のような格好で言っていただいて、それを1人1回ずつご発言いただけるようにしたいと思います。で、その中でご用意いただいたスライドを使うんでもいいし、使わないのでも結構です。それぞれの分野の話に特化するよりは、例えばその観光の話でいうと、今真田さんが言ったような農業と食とどう観光がインタラクションできるかとか、そんなようなこの掛け算でいくような話でやっていただけるとありがたく思いますね。質問じゃなくてもいいですよ。コメントみたいなことでも結構ですのでね。増田さんも遠慮なくやっていただきますんでね。増田さんは最後にしようかな。最初の方がいいか。どっちかっていうとどっちがいいですか。じゃあ先に。はい。じゃあ増田さん先にどうぞ。はい、ありがとうございます。皆様の取り組み、特にですね、私実は福島県の復興庁の風評対策の仕事を3年ぐらいしておりまして、会津も浜通りも郡山も行かせていただきました。その時非常に印象に残ったのはですね、いわゆる原発ですね、あれ福島の方が、あれは東京電力福島原子力発電所であると。この名前は絶対省略しないでと言われておりました。で、今、関東地方整備局で仕事をしております。いろいろ回ります。電力も食料も全部地方部から来ている。そのことを忘れてはいけないと言いますか、そこをやっぱりリスペクトしながら関わっていく。で関わるときはできれば楽しんで関わりたいと思っています。でその意味、すみません、個別の方に対応できてなくて恐縮なんですけれども、それぞれの地方で自分の好きなことをやってそれをお互い認め合っていく、そんな寛容な社会を作れる出発点にこの計画ができたらいいなと思っています。以上です。3分で運用しましょう。今ね、寛容な社会って話がねあったんだけど、その寛容になったらいいなと思うんだけど、なんかこのところ寛容さに欠けてるような感じしません？そのなんかタレントがバカなこと言うとね、それにうわーっとこう SNS で過剰な反応をしてしまう。そしてなんかそこから逸脱するものを全部潰したくなるという、なんかこの寛容さにむしろこの匿名というもとになんかおかしくなってるような要素も感じないではない。一方でクラウドファンディングもそうだし、それから絆を作っていく SNS もそうだし、期待できる面もあるんだけどね。今増田さんおっしゃった寛容ってキーワードもちょっとお話の中に少し入れていただいて、ここからの話していただくといいですね。じゃあ皆さん手を挙げていただいて、上がった順で指名します。はい、三瓶さんから。ちょうど増田さんが復興庁で福島県にもいてくださったということでお世話になりました。で、そうですね、東日本大震災、本当にとても辛くて、いまだに苦しんでいる方もたくさんいらっしゃるという出来事ではありました。でも、寛容といったらあれなんですけれども、私もすごく寛容性ってすごく大事だなって日頃思っていて、ちょっとぐらいいいじゃんっていうふうにみんなが言える社会にしたいなって思ってるんですけど、東日本大震災ということがすごくネガティブな印象ではあるんですが、私自身もとても悲しかったですし、でもだからこそ東日本大震災がなかったら、多分私は今ここにこのようにしてお話ししていることもなかっただろうなっても思いますし、福島県東日本大震災をきっかけに本当に困難を乗り越えようとたくさんの方がさまざまなチャレンジを、今現在進行形でチャレンジし続けているっていうところがあります。そういった魅力的な大人たち、そして福島県の美しい自然、おいしい果物、おいしい食べ物、そういったものをたくさんあるので、そういうのをたくさん知っていただきたいというところもありまして、でそういうのを首都圏に出ていってしまった皆さんにもアップデートしていくということをこれからも取り組んでいきたいなというところがあります。でコワーキングスペースを2014年から運営して、今度の11月で10周年になるんですけれども、コロナ禍を経て、リモートワークとかワーケーションという形でたくさんの方に利用していただいていて、利用者が加速度的にすごく増えているという現実があります。でそういった中で、会員企業の皆さんも首都圏の方から刺激を受けてさまざまなチャレンジをしてますし、運営する私は会員企業の方からの刺激を得て自分自身もチャレンジできる、そういうチャレンジと応援の循環が生まれる場所っていうのがコワーキングスペースだなって今すごく感じておりまして、そういった場所をさらに進化させて、これからはやはり全て、シビックプライドという言葉も先ほど出てましたが、本当一人一人が地域のために自分は何ができるのか、国が良くなるためには何ができるのかっていうのを考えてアクションを起こせる場っていうものがあったらいいなと思うので、そういう場所に私たちが運営しているコワーキングスペースもなっていきたいなというのもありますし、そういう場所がこれから日本国中たくさん増えていくっていうのが理想だなと思っています。で、本当に人が根っこだと思っているので、人が成長するための気づき、学び、出会いが生まれる場所、ぜひみんなと一緒に作っていきたいです。以上です。三瓶さんにちょっと聞いてみたいんですけどね、はい、その福島を頭に置いた時の話なんだけども、その福島第一原発の放出したものに関するその放射能汚染なんかに関連して非常に誹謗中傷的な声も当時あったし、一方で福島の人に寄り添うというか、寄り添うっていうのは僭越かな、その絆を福島と結ぼうじゃないかっていう動きも多々あったけども、それが時間に応じてなんかちょっと静まってるのかなって気もしないでもないし、同時にまたさっき三瓶さんおっしゃったそのジェンダーに関する考え方やなんかがね、相変わらず古くてっていう声もあるし、その一方でその SNS を通じて若い人たちの連絡っていうかつながり性は高まってますよね。そういう中じゃその県民の心、あるいはそれは全国の中での位置づけっていうのは随分ダイナミックに変わりつつあるようなもんなんでしょうか。なんか難しいですね。そうですね。12年経ってどんどんこう忘れ去られているというようなこともあるんですけれども、またその処理水問題とかで、ね、また話題が出てきて、本当次から次とこう課題をこう福島県民は与えられてるなと。ただやはりそこでなんていうんですかね、くじけるんじゃなくて、本当にこう前向きにチャレンジする方がいるということが私たちの希望でもあって、そういう大人を見てその若者世代が、首都圏に出てた学生さんも戻ってきたいって、あの人と一緒に仕事したいから戻ってきましたって言って帰ってきてくださる方もいるし、なんかそういった本当一人一人が、そういう姿を見せていくっていうところが大事なのかなって思います。はい、ありがとうございます。今ちょうど台風10号でね、どっちに行くか分かんないからみんなが我がことになってますよね、台風10号は。で考えてみると、いろんな種類の災害、ありますよね、日本はね。決して日本だけが災害にひどい目に遭ってるわけじゃなくて、日本もその一因に過ぎないんですが、それでも災害に対する備え、あるいは対応として自助、共助、公助なんて言いますが、実は共助っていう意味は共感を持つこととね、不運にも災害に遭った人たちと絆感を持って支え合うっていうことですよね。決して隣の人を助けるだけじゃなくて全国的に。 それがなんかもう一回福島についちゃもう一回巻き直しをやってもいいんじゃないかなって感じがしますよね。福島のせいじゃないけど、全国的にね。そうですね。震災というきっかけではあったけど、それを貴重なご縁としてつながった方がたくさんいるので、それを継続できるようなというところはすごくこれからもやっていきたいなと思います。どうもありがとうございます。次前田さんになりますね。じゃあスライドと合わせて、最後のスライドを出していただきたいんですけども、最後のスライドが私が、このセクションの最後のスライドをお願いしたいんですけれども、そこに入れているのが、私が生まれ育った風景で、自然が要はインフラっていうのは人と自然のインターフェースだと思ってまして、で、自然というのも一つの究極の他者で、どういう関係性がそう他者と結び合うのかというのが究極の、インフラのテーマだと私は思ってまして、でこういった地域寛容という話もありましたけれども、インフラの経済の観点からだけ見ると、要は全体の足を引っ張っている地域なんですけども、ここにしかない風景がありますし、あるいは1000年ぐらい、私徳島の山の中の生まれなんですけども、1000年ぐらいずっとそこに続く農業もあると。そこに、暮らしとこう密接に絡み合ったいわゆる生活文化があると。でそういったものがどんどん失われていこうとしているということだったりとか、あるいはそれをこう残すというのもまた違う、発展的にこう残すということがやっていきたいところでして、でそのための、このパートの2枚目のスライドを出していただきたいんですけども、そういう理念のもとで、そういう思いのもとで私どもが作ってきたのがこの、上下水道がなかったとしても家につければ水が循環して、暮らしていけると。雨水と、他地域の水源だったりとかも活用できるんですけども、排水の再利用によっていわゆる自立できると。そして次のスライドなんですけれども、都市と農村の、対等な関係という真田先生のお話もありましたけれども、インフラの経済性、特に水においては末端でも配管が1キロ1億円すると。これ送電網は1キロ1000万円ぐらいと聞いているんですけども、その1キロ1億円する、例えばその1キロの中に10人しか住んでないと1人1000万円の負担に投資になると、こういうところをさっきのような仕組みがあればもっともっとこうインフラの経済性の中でも寛容に、あるいはもっともっとそういった地域での開発も進むんではないかと、日本らしいこれからの時代に合った小さなけれども豊かな開発ができるんじゃないかと、そういう思いでやってまして、今日の各スピーカーの皆様の地域の写真なんかを見ながら、やっぱりそういう場所と人とが、あといろんな記憶とか文化がつながり合って日本はできてきたわけですので、そういった地域が残せるような水インフラ開発をしていきたいなと改めて思った次第です。以上です。いかがでしょうか。じゃあサンさんです。はい、ですね、さっき寛容という言葉が出てきて、それに関して思ったことを言うとですね、なんて言えばいいかな、今グリーンインフラが重要であるとか、そういうことが言われてまして、私も石積みをやってるわけですけれども、今までコンクリートが擁壁に関して言うと、石積みがコンクリートに変わってきた段階では、コンクリートのまずセメントの品質が標準化されて、それがどれぐらい水とか骨材を混ぜたらいいかっていうようなコンクリートの品質がどんどん標準化されていってっていう中で、そうすると設計したの時に想定した強さを構造物で出せるようになってきたっていうのがコンクリートに変わっていった要因であると。で、それがそうやって数字で強さを表すっていうふうになってくると、石積みは自然物を使うのでそもそもの強度も違いますし、職人が積むのでうまい下手によって違ったりとかもするっていうことで、どんどん使いにくくなってきたというような歴史があるっていうことが分かってきた。なので今後、自然と共に暮らしましょうとか自然大事にしましょうとかグリーンインフラを活用しましょうっていうことは言われてるんですけれども、実際には国民の側が寛容になったりとか、強度っていうものをどういうふうに捉えるかとか安全っていうものをどういうふうに捉えるかっていうようなことも、今の社会のシステムを作っている価値観というか、そういうものそのものに手を入れていかないと実は無理で、お題目として自然使いましょうみたいなことを言うだけではちょっと難しいのかなと。で、それは農業でもそうで、有機農産物増やしましょうっていうことは言ってるんだけれども、消費者の側が品質に対するばらつきっていうものに対して寛容にならなければ絶対普及しないっていうこともあるので、今まで本当にいろんなものを管理してきて規格化して、それで便利になった面もあるんだけれども、それが自然にかなり負荷をかけるようになったっていうようなことも自覚する必要があるのかなと。で、それをそういうのを克服していろんなものグリーンインフラが普及したりとか、そういうことになってくると地域ごとの特徴に合わせた品質であったりとか農産物だったりとかインフラっていうのが作れるようになって地域の個性っていうのも出てくるのかなというふうに思うので、一個一個がインフラをどう作るかとか農業をどうするかとか観光をどうするかっていうのが全部バラバラなわけではなくって全部がつながっているんじゃないかなというふうに思っています。佐野さん、追加してちょっとコメントをお願いしたいんだけども、いろんなものをインテグレートして初めていいものになる、より良いものになるっていう趣旨ですよね。で、その時にそれぞれの分野の、部署はあるし、担当の会社もあるかもしれない。だけどそれをインテグレートするっていうのは誰がどんなふうにしたらいいか、その辺はどうですか。いや、いろいろ分かれてるっていうことそのものは専門性もあるので大事だと思うんですけれども、なんだろうな、自分のやってることの目標はこれだみたいなふうに思い込まないっていうか、常に全体を見てその中で自分の専門性を発揮するみたいなことが必要なのかなと。だから教育も多分、私の役割ではあるんですけれども、例えば土木の学科で基礎的な力学を教えるだけではなくて、ちゃんと社会がどうなってるかっていうことも教えていく必要はあるのかなというふうに思います。その時にはあれですかね、市町村長とかそういう行政のトップ、あるいは地域のリーダーの人、別にプロフェッショナルじゃなくてもいいんだけど、地域のリーダーの人とか、そういう個々の専門家が隣近所をインテグレートしていくのも一つだと思うんだけど、それとは専門家ではない人の役割っていうのはどんな感じなんでしょう。そうですね、やっぱり首長とかのリーダーシップというか、そういう人がちゃんとビジョンを示して、そのビジョンっていうのをみんなが共有していくみたいなことがやっぱ重要かなという。今いろんな自治体の総合計画とか見ても、最初に5つとか6つとか項目並んでますけど、いかにも各部署から上げましたみたいな総合計画が結構多いじゃないですか。そういうんじゃなくて、やっぱりまず1個あって、だからここの分野ではこれをやるんだみたいな、そういうのが必要かなとは思います。はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。矢島さん行きましょう。すいません。じゃあスライド1もお願いします。寛容な部分に関してなんですけど、やはり地方はとても子どもに寛容だなというふうには思います。私が子育てしていく中で、やっぱり子どもを育てやすいなというのは本当にすごく感じるところがありまして、なんか本当に最初の泣いてスーパーで買い物してたら、おじいちゃんが子は宝だねっていうふうに言ってくれたりとか、なんかやっぱりそういった寛容性はすごくあるかなと思うので、本当にそこがうまくマッチしていけば、その女性活躍も含めてまだまだ伸びしろが地方はあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、私本当に常々観光庁の住んでよし訪れてよし好きなんですけど、まず住んでる人のところの視点に立ったことをまずちょっと考えていきたい、自分も含めてなんですけど、いきたいなっていうふうに思ってます。結構やっぱり他から来られる方を大事にしていくっていうのはもちろんそうなんですけど、やっぱりそこで働く人たち、子育てしやすかったりしないと、やっぱりおもてなしもできないですし、そういった人材をちゃんと受け入れられる環境っていうのをしっかり作っていくべきかなというふうに思ってます。で女性だけじゃなくて、今後外国人人材とかもますます増えてくるかと思うので、そこの受け入れの仕組みとかもしっかりしていけたらなというふうには思いますし、特に真ん中に書いてある子どもを真ん中っていう言葉、私たち結構好きで使うんですけども、子どもの真ん中にすると、それこそ寛容、地域寛容なので、結構皆さん応援してくださるんですね。先ほどご紹介した山んちフェスなんかは、最初すごく小規模で始めたんですけども、子どもたちがやはり主体的に動いている、でそれを支えている働く女性みたいなところで、非常に年々大きくなって、しっかり形になってきている部分がありまして、今までなかった横断するっていうことも生まれてきてます。特に観光協会とかそういった組織って結構男性がすごく多くって、意思決定が結構男性が多いんですね。で、女性目線の発信とか、観光なんか本当に女性が行き先選ぶことが多いのに、男性が発信しているみたいなアンマッチなことがありまして、せっかくなので子どもを真ん中にした女性のつながりで、女性目線でいろいろ発信していけたら、新たなサービスとか商品っていうのが生まれてくるんじゃないかなというふうに思いながら活動してます。実際にその山んちのメンバーの中でも、新たに事業を始めたりとか活動を始めたりしている人もいるので、やっぱり背中を押し合うところも含めて、女性が子どもを真ん中にしながらもつながれるような環境、さらにもちろん前提に仕事ができる子育て支援拠点みたいなところなんですけれども、できていくと本当に子どももすくすくといいますか、育っていきますし、地方都市がとても元気になっていくのではないかなというふうに思っております。以上です。矢島さん、どこだっけかな、岡山の奈義町とか、岡山県の吉備町ですかね、なんていうんだっけな、名前忘れたけど、そこが子どもをね、教育面とか、あるいは子どもを持っている家庭への医療費の無料化とかですね、一歩二歩進んでやって、で人口が増えてるんですってね、若い人が来て、若い夫婦とか来て、そういうのは矢島さんとこの地元でも割と進みつつあるってことなんですかね。そうですね、まあ、なんか移住者は多い方の地域ではあるんですけども、圧倒的に減っていくスピードが速いので、プラマイゼロかなというふうに思うんですが、地域的に結構やっぱり都市部東京から移住してきた方とかも多いので、もともといる方といろんなアイデアが生まれやすい土壌はあるかなというふうには思ってます。なるほどね。そんなに遠くないしね。あ、そうなんです。意外と近いんです。はい。ね。試験を言いますと、その日本の国が現状を考えると、もちろん例えば都心3区とか5区とかね、そこ何もしないでいいわけじゃもちろんないですよ。例えば日本橋のね、上に通ってる高速道路を地下に入れるなんてのは、ぜひね、日本人のプライドとしてやってもらいたいけどね、それはそれとして、だけどどこに政策的なてこ入れと、それから知恵を出さなきゃいけないかっていうと、そういう黙っててもどんどん増えるようなとこじゃなくて、むしろ辛いところにこそ政策的支援が必要ですよね。そうすると矢島さんにぜひもう一言二言足してほしいんだけど、何やったらいいですか。そうですね、観光業に関していくと、やはり特に子育て中の女性だけではなくて、やはり最近先ほど申し上げたように反感の差が大きかったりとか、あと勤務時間がバラバラだったりっていうところがあるので、働く人を支える仕組みが必要かなというふうには思います。特に私たちは子育て支援拠点が休日繁忙期必要だということは伝えているんですけども、あとは先ほどおっしゃったように子どもを育てるためのやっぱり教育ですね。やはり地方その山でのびのび子育てはできるんですけれども、教育の選択肢は非常に少ないので、そういったところに関してもいろいろ仕組みが整っていけばいいなというふうに思います。で、すごい具体的に言うと、ちょっとこの子どものことって結構お金出ていく一方で、なかなか私たちも手弁当でやってる部分があるんですが、実際に言えばそういったところの、お金の資金面の支援だとかっていうところがあると、なんか背中が押されてもっと活動もしやすくなっていくんじゃないかなというふうに思います。どうもありがとうございます。この間たまたまですけど、アイスランドに出張してきたんですよね。でアイスランドは全部で人口が38万人しかいないんですよ。だけど1人当たりの GDP は日本よりずっと高いんです。で観光が一つの柱で、だからホテルもうんと高いしね。だけどもう一方はその地熱発電で電気を起こして、でその電気を使ってアルミニウムの精錬をやって、それを輸出するんで外貨を得るんですよね。で聞いたらね、子育て休暇、ね、育児休暇が、お母さんかお父さんかどっちかがまず3ヶ月取らなきゃいけないと。それからそれに引き続き今度はお母さんかお父さん逆がね3ヶ月取らなきゃいけないとですって。すごいですね。でなんでそんななったのか、さっき言ったように世界で最も女性の社会進出が進んでる国なんですけども、なんかずいぶん昔にその独立するとかしないとかそんな時期らしいんだけど、女性のストライキがあったんだって。もう主婦から何から全部一斉のストライキで、とにかく全国で38万しかいないから、女性だけ徒党を組むのも比較的楽なんでしょうねそれで大改革があったみたいな話らしくてね。なんか日本のこのいろんな危機を考えると、その制度を霞が関が作ってくれるの待ってるっていう話じゃないのかもしれませんね、どうもね。いずれにしても今日特に地方部のとこを主体的に取り上げた理由は、首都圏というのは非常に大きいで、人口が3000万人以上いるとんでもなくでっかいエリアなんですよね。でその中のかなりの部分がいわゆる東京の23区にいるわけではないんですよね。でそこのところに思いをはせながら何をすべきかっていうのを考えるのが首都圏広域地方計画でなければおかしいだろうと、こういうとこから今日のテーマは都心側じゃなくて今日お話しいただいたようなところをメインにした次第でございます。大体パネルの中でやる時間は以上ってことで時間になりましたので、今度はフロアの皆さんから、ご質問やコメントをいただいて、それにパネリストの方々に、コメントしていただくと、答えていただくというふうにしたいと思います。それじゃあ手を挙げていただいて、ご発言いただきたいと思います。どうぞフロアの方お願いいたします。はい、どうぞそこにいらっしゃる方、お名前いただいて、それでご発言ください。関東建設青年会議というところに所属しています斉藤と言います。今日は貴重な話ありがとうございました。関東建設青年会議というのは、この首都圏の地域の東京以外のですね、建設業者の若手経営者の集まりでして、各地域の建設業が健全に発展するためにはどういうことをしていくかということをみんなで話し合ったりで、実際に活動運動している団体です。で、最近では課題としてはやはり今日の話にもありましたけど、担い手をどうやって確保していくかということが一番の課題ということで取り組んでおります。建設業の魅力であったり、建設業の重要性を多くの人に知ってもらわないと、これからのインフラ、地域のインフラ守れないということで、SNS を使った発信とかもあるんですが、実際に国交省さんとかに河川敷をお借りして、ショベルカーで大きな文字を彫って地域の人に見てもらって、建設業ってここでやってるんだよ、こんな技術力があるんだよってことを発信をしたりしています。なかなか多くの人には届いていないのが実情ですけども、これからもやっていかなければいけないなというふうに思っているところです。で、今日の話にちょっと関わるなと思って、昨日実はショックなことがありまして、家を整理をしていたら一つの冊子が出てきたんですね。それは昭和28年に作られた冊子で、毎日新聞さんが作った冊子で、私山梨県から来てるんですけど、山梨と静岡の建設業者さんを全部リストにしている冊子でした。で、そこの最初の方のページに、手書きで書いた地図があって、そこに1本こう線が引いてあったんですね。で、そこには中部日本横断道路って書いてありまして、昭和21年着工、昭和28年竣工って書いてあったんですね。でもその道路まだ出来上がってないですよね、中部横断道。でも80年近く前の人が考えた道路を今我々まだ、作ってなかったり、私山梨県なんでちょっと前まで静岡山梨間を作らせていただきました、携わらせていただきました。そのことを考えると、昔の人はすごいことを考えていたんだなと。今日は2050年を考えるということですけど、もっと前の方が考えたことを我々作っていると。で、我々今どうかっていうと、それをまだなぞってるだけで、これから先50年後100年後のことってなかなか考えられてないなということを実感しました。で、これから建設業にこれからもね携わっていくんで、ぜひ目の前の仕事はもちろんしっかりやるんですが、そういった50年後100年を考えて、こう仕事に携わっていきたいなというふうに思ったところと、その中で今日考えたというか思ったのが、家田先生の7つの着物2番目ですね、美しい国土と文化性の回帰という話、また先ほど真田先生が、言ってました効率化の名のもとに地域の個性を潰すような政策をしていたということで、今まではなんとなく効率よく仕事をしようとか、そんなことばかり考えていましたけど、そういう中にこういう文化的なことも入れながら、将来の我々の子どもや孫の世代のために一生懸命働きたいなというふうに思ったところです。すいません、感想というかご意見になってしまいましたけれども、そんなことを感じました。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。佐野先生、一言どうぞ。はい、さっき効率っていう話で、仕事そのものを効率化するっていうことはそんなに私は否定的には思ってないんですけれども、だけどいろんな例えば計算がしやすいからコンクリートだとか、そういうことではなくて、とか橋梁でも、日本が復興するときにやっぱりなんだろうな効率よくいち早く橋を作らないといけないっていうことで標準設計っていうのが生まれてきて、それがずっとしばらくあって、で、景観法ができたことによって地域それぞれの地域に合わせた橋とかをデザインすることが可能にはなりましたけれども、でもやっぱり今でも標準設計の方が経済的でいいとかっていうふうに言われてるようなところもあったりして、一本一本ちゃんとその地域に合わせて考えるっていうのは無駄だみたいな考え方もまだやっぱりあったりすると。で、そういう意味での効率化かなというふうに思ってます。はい。そういうのはやっぱりちゃんとその地域の文化に合わせて、一個一個オーダーメイドでちゃんとオーダーメイドっていうか、全部はオーダーメイドなんですけれども、本当に事情に合わせて考えていくっていうことが重要かなというふうに思ってます。斉藤さん、ご発言ありがとうございました。斉藤さん、どうですかね、さっきも講演の時にちょっと言ったけどね、パリのオリンピック見てて凱旋門とか、それからエッフェル塔が出ましたよね。シャンゼリーゼ通りも出た。あれ全部インフラなんですよ。決して誰かのために作ったわけじゃなくて、みんなのためのものなんですよね。みんなのために存在するハードウェアは全部インフラだし、ソフトウェアだってインフラだし、人の心だってインフラだし、大地や自然もインフラですよね。そう思うとね、例えば凱旋門はインフラだけど、あれはあそこにいる人たち誇り持ってますよね。おそらく作った人たちはもうもちろんみんな死んでますけど、誇り持って死んだはずだよね。で、建設業に人々が関心持ってくれるかどうか、自分もやりたいと思ってくれるかどうかっていうのは、誇りを持って作ってきてるか、誇りを持ったものを作ったか、誇りを持って先輩が作ったものを誇りを持って維持管理してるか。法隆寺、インフラですよね、もはやね。もともとはね、聖徳太子のものですけど、今はみんなのものだからね。で、法隆寺のメンテナンスは宮大工さんがやってるんですけど、断然の誇りですよね。つまり我々、その建設分野的な仕事っていうのは、働く人が誇りを発揮してすごくいい仕事をして、さっき青山明のお話がありましたように、自分の後世にもっといいものを残していく、そういう使命を果たせてるかなってとこにあるなというふうな感じがしますよね。ご参考になったら幸いです。他の方々いかがでしょうか。発言の順はね、女性優先なんですよね、僕は。真ん中の列の後ろの方で発言をしていただけるということですけれども。本当、はい、どなた。はい、どうぞ、はい、マイクお願いします。すみません、今日、皆様からのお話ありがとうございました。私、23区の方で県会議員をしております、日原と申します。皆様からのさまざまな意見を聞きます。2点ほど意見とか質問をさせていただきたいと思います。1点目は先ほどお話もあったんですけども、ゆとり的なところですね。多様で豊かな暮らしの想像ができるような財政的、時間的余裕が若い人にないんじゃないかというところが考えられています。それで心のゆとりがなくなっているのかなと考えています。国土交通関係で言いますと、ウォーカブル等をこれから推進されていくということだったんですけども、そういうそういうところでのゆとりの創出とかはあるんですけども、個人一人一人のゆとりの創出、こういうのをこのようにすみません、これからどのようにしていけばいいのかなというところが一つ、ちょっと疑問に思っているところでございます。あとは先ほど平田織田さんのお話にあったということだったんだけども、文化による社会包括が必要なんじゃないかなということもありました。これは私が考えるには、今までは地縁によるつながりがあったところ、これが地縁によるつながりがだんだん薄れてきて、その薄れてきたつながりを何で補完していくかというところを考えると、文化による社会包括が必要になっていくのかなと考えるんですけども、本日ご参加の皆様方もこの点、お考えをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。それじゃあ今の2点ご質問がございましたけども、どちらかでもいいし両方でもいいんで、お答え、ご希望される方挙手いただきたいと思います。いかがでしょうか。はい、どうぞ前田さん。私31歳なんでちょっと若者なのかどうか分かりませんけれども、そのゆとりということでいうと、なんか私はなんかそのゆとりっていうのも、さっき先生家田先生がおっしゃったそのやっぱ誇りを持ってやれる仕事っていうこととかが地方でもっともっと見つかっていけるといいなと。で、例えば私の分野ですと上下水道の維持管理、浄化槽の維持管理、あんまりこう今やりたい人が、多い領域じゃなくなってきてるように感じるんですけれども、そういった仕事がもっとこう周りからこう尊敬を得られたりとか、あるいはこうそういった領域においてどんどんイノベーションが進んでいくってことが非常に大事だなと思ってまして、なので私たちが水循環ベンチャーとしてやっていくだけじゃなくて、地域のそういうもともと浄化槽管理とかやられてた会社さんたちと一緒になって地域で水のベンチャーを作っていく。で、その地域での、水のベンチャーというか、いわゆる新しい動きっていうのがこう新しい風景を作っていったりとか、地域に仕事として還元されていったりとか、なんかそういうこうなんていうんですかね、こう要はやりたいと思って情熱を持って、あと希望を持って生きている状態っていうのを若者は求めてるんじゃないかなっていうふうに、若者の一人としては思ってる次第です。失礼ですが、実は今日登壇の方いろんな意味で働いている方来ていただいています。ちょっと学生の方に配慮した時間設定にもなってません。やはり首都圏ですね、働く人が働きやすくて働きがいを感じられる、そういうのを首都圏を作っていければいろいろな意味で、例えば心のゆとりとかそちらにつながるんだと思ってます。何を言ってるかというと、今前田さんからお話あった通りですね、やりたいことを人のためになることをやる人がやれるようにする世の中、それがある意味ゆとりを求める人にとってはゆとりが得られる社会になるのではないかな。子育て大変なんですけど、丸ごと誰かがやってくれるんではなくて、ここなんとかちょっと手伝ってっていうところで手を差し伸べられる、そんな社会がいいなと思っています。はい、私たち休日子育てシェアハウスっていう名前をつけてるんですけども、結構こう仲間うち20名ぐらい、仲間がいるんですが、やはり困った時にちょっと声がかけられるような関係性なんですね。みんなお互い働いてるんですけれども、でも実際に頼まなくてもいつか困った時に声がかけられる人がいるっていうのが非常にゆとりにつながってるなっていうふうには思います。で、あと、結構多様なメンバーがいて多様な仕事をしております。観光業もいれば農業もいれば看護師もいればスノーボーダーもいればみたいなところで、みんな働く時間が一定じゃないんですね。9時5時月金みたいな形ではないので、みんなそれぞれこう時間が限られている中ですけれども、できるところでできることをやるっていうのが、なんかこう副業ではないんですが2つ目のこう活動になっていて、心のゆとりがすごく得られているなという気は非常にしております。先ほど文化による社会包摂の話で、遅延だったものが、そういうのがなくなってきたから、文化が変わってきたんじゃないか、文化にとって変わってきたんじゃないかっていう話だったんですけれども、石積みがまさにそんな感じで、今までは集落の中でお互いに力を貸し合って維持してきたものが過疎化高齢化によってそういうことが難しくなって、でそれで石積み学校をやるとですね、徳島で開催しても東京の方から人が来たりとかですね、本当にそういうものにいろんな人が集まってくるというような、でそこでずっと続くコミュニティではないですけれども交流が生まれて、また違うところで違うワークショップで顔を合わせたらなんか久しぶりみたいな感じですごく緩いつながりができるような感じになっています。で、文化っていうふうに言ってしまうと演劇だったりとかすごく高尚な文化のように感じられるかもしれないんですけれども、そういう昔ながらの生活であったりとか技術であったりとかそういうものも文化として捉えていくっていうことがあると本当にそれぞれの地域性だったりとかでそういうものそのものが観光の対象になったりとかですねするのかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。ご質問いただいたところで一言だけちょっとコメントさせていただくとね、ゆとりっていうか余裕っていうかね、物理的な余裕、お金がないとかですね、時間がないとかね、場所がないとか、これはね、ちょっとこれからお話しする話と違うんだけど、精神的なゆとりっていうのは重要ですよね。でその時に一般に割と言われてるのが、日本の社会、特に組織の中の社会っていうのは同調圧力が非常に高くて、ある意味忖度をしながら同調して自分も仲間の一人っていうアピールを常にしてないとやりにくい社会って言われがちでありますね。ただね、コロナの時もそうだったけど、オリンピック見てもそうだけど、いろんなこのメディアを通じて世界の様子とか、あるいは今日並んでる人たちみたいにね、いろんなこと挑戦してる人たち見ると、なんかうちの会社のカルチャーってやっぱダメねと思ったりするじゃないですか。僕はコロナの時ね思ったんだけどね、世界中で困ったなっていう時に、イタリアでしたっけね、テレビの画面で見たんですが、みんな外出禁止でね部屋にこもってるんですよ。で集合住宅でアパートみたいになってて、みんなベランダに出てね歌を歌ってんの。そしたら反対側のビルのベランダに出た人も出てきて一緒になって合唱するとかね、なんていうのかな、ちょっと辛い中でも絆をわざわざ築いて、そしてストレスを解消しようっていうのをイタリア人ってのはうまいなと思ったね。というふうにちょっと自分が寄ってきたるところのそのカルチャーや通念みたいなものをちょっとハスに見てみるようなチャンスをいろいろ利用して、そして精神的なゆとりを持っていくってことがいいんじゃないかななんてちょっと思いましたね。付け加えさせていただきました。それじゃあ時間が迫ってきましたんで、あと一人だけ、そうですね、一人だけご質問コメントいただきたいと。どうぞ後ろの方。今日は女性が積極的で大変に嬉しいですね。私は今大学院の博士課程で医療介護系の研究をしている田中と申します。で今、高校3年生の娘を育てているところです。で、1点質問というかお伺いしたいんですけれども、今まさに台風が近づいてて国からも台風が来ているので皆さんベランダのものを片付けてくださいとかって言ってるんですけど、それって常日頃からすごく大事なことなんじゃないかなと思っていて、むしろ台風が来たからそういう発出するというよりも、そういう発出しなくてももう当たり前にそういう対策ができているお家とか環境とかを整えておくことに啓蒙活動をもっとできたらいいんじゃないかなというすごく感じていて、でそれがすごい上手なのが福島県かなと思っていて、もう地震からその経験から普段から備えておきましょうという形ですごく整っているんですけれども、例えば東京とかどうすればいいのかなというのがすごいちょっとふわっとした質問なんですけれども、お伺いできたらと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、福島県はやっぱり経験、他の地域でも同じだと思うんですが、やはり経験ってすごく大きくて、私たち経験したことじゃないと本当わからないし、経験した範囲内でしかいろんなことを想像もできないっていうのがやはり人間かなと思うので、本当他の地域に真似るしかないかなというふうに思います。で先ほどのご質問にもちょっと思ったんですけど、なんか本当そういう政策を考えたりとかビジョンを考えたりとかっていうような立場にいる皆さんたくさん今日もいらっしゃると思うんですけど、すごく一番必要な能力って想像力、もちろんいろんな人から聞くっていうヒアリング力とかもあると思うんですが、想像力っていうのすごく大事だなと思っていて、経済的な豊かさとかっていう面でも自分たちの生活、自分の経験でしかやはり範囲内で分かんないので、すごくこう一方で非常にこう同じ女性でも、自分の自己成長のために投資する時間もないしお金もないし、でもこそ子供を育てなきゃいけなくて日々時間を削って仕事をしているっていう方もいれば、本当にたくさん多様な環境の中で生きている方がいるっていうところをこう本当にそういうのを想像力を働かせて多様な選択肢を作るというのがこれから私も含めてなんですがみんなでやっていかなきゃいけないことなのかなというふうに思います。で本当に一人一人が主体的に多様な選択肢の中から自分の選びたい道を選べるというような日本にしていけたらいいなというふうに思っていて、すいませんちょっと先ほどの田中さんの質問から飛躍してしまいましたが、はい、他の方前田さんどうぞ。一つだけまさに想像力が災害経験した方じゃないと働かないことがいっぱいあると思ってまして、水がないとどんだけ辛いのかとか、あるいはそもそもその道路がなくなるとこれ、簡単に復旧できるなと思ってもものすごい時間かかる。そういう、いわゆる経験からくる想像力がないといわゆる対策の精度が上がらない分野かなと思っているので、私からの提案としては今後日本で起こる全ての災害に対してよその災害だったとしても自分とこの災害が起きた場合の予行演習みたいな形で助け合うような仕組みができればいいんじゃないかなと。今回能登にも対抗支援で大勢の自治体から応援が来てますけども、そういった方々はそういった想像力をもうすでに持たれてらっしゃると思うんですよね。そういう日本全体で助け合いながら全体の災害対応力が上がっていくような仕組みもあるんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。すごく本質をついたご質問だったので、私も一言申し上げて、で質疑のコーナーを終わりたいと思うんですけども、どういうことかっていうと、福島でああいう事態も起こって 3.11 も起こって。で南海トラフも起こるかなと思ったりしたっていう、こういうことなんだけども、特に 3.11 の後よく言われたのが想定外はあってはならないっていう物言いですよね。で僕はこんなに欺瞞に満ちた言葉はないなと思うんですよね。全ての事態を想定できると思ってることの方が横着であってね、でしかもそれを誰かにちゃんと準備しとけよって言ってるその傲慢さもあって、自分は単にそれをエンジョイすりゃいいんだという横着さも感じるじゃないですか。つまりどんなことが起こるかわからないから想像力が必要なんであって、その想像力に合わせてやれそうなことはこれかな、これは難しいからこっちにしようかなっていうフレキシビリティも発揮するわけですよね。だから想定外はあってはならないというとこからの思想的脱却っていうとこがご質問への一番大事なポイントじゃないかなと思って感じた次第です。大変にドンピシャのご質問をいただきましてありがとうございました。それじゃあ以上で、質疑の欄を終わりたいと思います。皆さんお付き合いいただきましてありがとうございます、これでクローズするんですが、最後に増田さんから一言今日のこのパネルディスカッションを聞いていただいて、全体通してのご感想をいただきたいと思います、はい、何よりもパネリストの皆さん、それからご質問をしていただいた方を含め、ご参加いただいた皆さん、今日は本当にありがとうございました。我々首都圏広域地方計画というのをこれから今作っております、まだ中間取りまとめがこの冬、その後正式決定までもうしばらく時間かかると思います。今日のご議論、タブーのない議論ができるというのはこの国のとても素晴らしいところだと思います。踏まえていい結果を作りますので、ぜひご関心を持って見ていただければと思います。今日はありがとうございました。